劉水久氏は、中華民国の医師、政治家、慈善活動家。字は月女、月派。天津進学書院を経て、1903年、小立北洋大学に入学する。1906年、アメリカに留学し、ハーバード大学で理学士の学位を取得する。さらに医学研究に転じ、1915年、同大学で医学博士の学位を取得した。同年に帰国し、 上海クレナイ十字会総委員などで外科医師を務めている。1918年、私立北京協和医学校外科副教授となり、後に副校長に昇進した。1923年には協和委院,院長となっている。1927年3月、劉水久氏は武漢国民政府で衛生部長に任せられた。翌年11月、 南京国民政府でも衛生部長無次長となり、1929年11月、部長代理を務めている。1930年4月、正式に衛生部長に昇進した。劉は中央委員と中央衛生実験委員を創設して、いずれでも委員長を務め、軍事委員会軍組総監部総監も兼ねている。また、国際連盟で公共衛生顧問を務め、 12月、禁煙委員会委員長も兼任した。同月に衛生部は一旦廃止され、内政部衛生所として内政部に吸収されてしまう。劉はそのまま衛生所所長を務めた。1931年6月、劉水久氏は国民政府委員に任ぜられ、11月には全国経済委員会委員も兼ねた。翌年6月、小子選区前後ヒカルソナ委員会委員となる。 1933年5月、行政院復興農村委員会組織委員となり、9月には、観察工画水災船員、工画水災救済会衛生組主任に任ぜられた。10月、全国経済委員会衛生実験所所長となる。翌1936年1月、軍政部軍移送官に任ぜられたが、5月、特色の権利を受けて逮捕され、7月には、 中央委員,委員長の地位は辞任している。しかし間もなく釈放され、引き続き衛生所所長を務めた。12月、衛生所は内政部から行政委員直属に移ったが、劉が所長に留任している。日中戦争勃発後の翌1938年3月、内政部禁煙委員会委員となり、4月には中英交換管理、東古都会、東後とも兼ねた。 1944年、訪米して、中米大使館中国救済事務組組長となっている。終戦後に帰国し、前後救済総書衛生委員会主任委員や中国医学援助局医学組組長を務めた。また、行政院前後救済総書、中国医薬組責任者にもなっている。国境内戦終盤の1949年に、劉水久氏は台湾へ逃れ、 内政部衛生設計委員会主任委員、アメリカ医薬演科会副会長兼中華代表を務める。1951年、中華民国紅十字会会長に任命された。1954年冬、幸福大陸設計研究委員会委員にもなっている。1961年8月26日、ニューヨークにて病没。去年71、 ありがとうございます。